ハロプロ研修生のみんなって今優秀な子が本当に多くて、覚えたりするのすごい早いし、逆にその私が昔パフォーマンスしてた時は覚えられないし間違えちゃうんだけど、でも本番で絶対間違えないぞじゃなくて、絶対この中で10人は自分のファン増やしてやるみたいな、先輩のなんか顔を立てるとかじゃなく食ってってやるぐらいの気持ちが結構あったっていうのがあったんですけど、やっぱり今のみんなはすごく心優しい子が多かったりとかして、絶対に先輩の顔を立てなきゃというか、でもなんか私はせっかくハロープロジェクトでメジャーデビューを目指しているならファンなんて持ってってやるってぐらいの心意気が欲しいみたいなところがあって、だからそれに負けじと私は絶対私のファンからなんかこう離れないでもらうみたいな、そういう相乗効果が生まれたらいいなって。